ます。湖。カヌーやれるらしいよ。これ。あ、なんかカヌーか釣り堀の池もあるらしい。ここまでの使用時間。4時間22分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。こちらね、センターハウス、うん、ね、うん、D4 だから、これ左 D1、 うん、から入ってる、うん、で奥だね、だよね、うん、え、こんな奥、それしか道ない、うん、あ、これここ、ここだ、やばやばめ今日は雨の中、設営めちゃくちゃ大変でした。めちゃくちゃ大変でした。ああ、もう結構疲労困憊ですわ。6時18分。6時18分。とりあえず、お風呂行ってきます。行きまーす。今日はもつ鍋味噌味になります。はい、楽しみ。今日は特別な金麦をいただきます。何特別な金麦、それの金麦の瓶ビールを今日は飲みます。ビール金麦だからシールがいっぱい溜まるんだよね、うん、すぐいっぱいになっちゃうし、ね、うん、去年ももらったよ。うまそう、
滑ってちゃうかもしれない、うん、これって中瓶、うん、なんで、すごそこ滑るよ、はい、はい、じゃあ大変だったけど、はい、お疲れさんです、お疲れ様です、乾杯乾杯、ウェーイ、うまい、滑るよこれ本当に、美味しい、美味しいね、うん、今18度です、18度12時12時じゃないよタイマー8時32分遅いな、遅い、12時じゃない、18度何回やるんだお腹減ったわ、スノーピークのシェラフカップ初めて使います、最近買いました衝動買いです、ちゃんといるんだよ、いるやつとかいいんだ、あ、そうもっと寝てるよね、うん、あっち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 シールこぼれるかと思った今え、はい、いただきます、いただきます、うん、うん、うまっ、たまる、うん、うん、おいしい、うまっ、うん、雨でさ寒いからさ余計にね、うん、あ、そこめっちゃ溜まってない水、うん、溜まってる、やばい、ガスがないかもしれない、いや、ちっちゃくしすぎた、そうこれ何が入ってる、おにぎり、梅、梅か、そういえばここのキャンプ場1週間前にクマが出たらしいです目撃情報があったんだよね、うん、しかも僕たちがテント張ってるところのすぐ近くでクマが出たらしいです今までみんなありがとう これが無事に動画になるかね、動画のところだよね動画にならなかった時は察してくださいクマに食べられちゃったね。くそ大変。やってみて。やるんじゃん。やるんじゃん、足りだろ、やるんじゃん、でもやってみてって言ったらもうすぐこうなっとったよ、うん、やってみてって言ったらすぐこうなっとったよ、いいだろさあ、うどん食べよう、そのクイックさが
そうだよ。これに持ち味だ。そういうのも面白いんだよ。あれね。え？うどんちょっと。まだもう唐揚げもおにぎりも残ってる。これすごい美味しそう。結構目に出たね。うん、美味しそうだ。うん、うどんも美味しいよ。まあいい、うん、太い指が太い。道姫ですよ、たけちゃん。たけちゃん、うん、あらやめて。なんで出てきた。だってないもん。ピーチ姫に対抗するのが顔面しかないもん。あるじゃん。ない。ヌーピー。あ、スヌーピーか。なんか言ってくれない？うーじゃなくて。なんだバカ野郎。それですか。もうしまんの、うん、もう飽きた。もう飽きた。変な人。テントの中が寒い。熊よけの音。熊だ。熊よけの音やるって言ってたよね。うん。でも3時間に1回って言ってなかったっけ。3、4時間に1回ぐらい。そのこと言ってた。言ってた言ってた。そう。熊よけの爆竹語が今鳴りました。初めて聞いた。ねえ。うん。おやすみ。おやすみなさい。名刺まで出ていいじゃん。今回新しくこのランタンポールを買いました、うん、ちょっとウッドのやつをね、そうそうそう、してウッドが可愛かったからね、ちょっと雰囲気出してみました。まあでもなんかいいのかなと思って、うん、買ってみました。はい、
と我が家に新しい仲間が入りました。じゃあコールマンの、何だっけ、ステンレス、ベルトスチールクーラー、うん、ステンレスって使うんだったっけ、ベルトスチールクーラー、ベルトスチールクーラーです。ちょっとね高かったんで、うん、何買うか迷ってたんですけど、うん、まあ、最終的にもうシンプルなこのシルバーのやつにして結構気に入ってます。うん、2泊3日だともうこのこっちはパワーが弱すぎるね。あと量がそうだね、うん、入らなくてパンパンなんで量が入らんからとりあえず大きいのを買おうと思ってちょっとサイズアップを測った感じですね。テントより高いっていうね。テントより高いね。焚き火台なんだっけ、あれスノーピークの、スノーピークの、うん、あれの次に高いよね、うちにあるアイテムの中で。うん、そうかな、そうじゃない、うん、そうだ、考えたもん。うんです。はい、で、すごいいいいいのを載せることにしました。これどうですかね。いやー、センスの塊じゃないですか。これ皆さん知ってますよね。私はあのワラウルセールスマンが大好きなんでAmazon に頼んだらタオルを頼んだつもりだったんですけど、うん、なんか手ぬぐいでした。うっす。うっす。でもまあなんか拭けるしね、うん、いいかなと思って。お、ポジティブ。そうそうそう。で、うん、なんか名前つけたらしいじゃないですか。そうで、これもコールマンのクーラーボックスで、うん、これもコールマンなんで、うん、ちょっと呼ぶときにどっち入ってるって言って、うん、あ、コールマンの方って言えないから。うん、これはコールマンの方って言って、うん、こっちはこの名前をつけたんです、うん、これはあのモグロボックスっていう。これ今初めてタケちゃんにも言ったんでちょっとあれ、ね、ずっと黙ってたんですけど、まあ、モグロボックスで行きますので。わかりました、はい、了解で終わります。